常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。ロシアカウントダウンということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。昨日の動画のね、最後の方で紹介したですね、 BBC の記事ね、ちょっとこれについてですね、私をね、監修してくれている専門家からですね、ちょっとコメントをいただきましたんで、ちょっと紹介したいと思います。どんな記事かというとね、ロシアの戦死者が7万人超す、約2割は志願兵、 BBC などの調査で明らかにというやつで、まあ、名前が判明している人だけで7万人を突破したことが BBC の分析チームで明らかになったと、いうことです。まあ、ただ実際にはもっと、言っちゃってるかもしれないよと、いうことですね。で、その中心が志願兵と、しかも中高年の人が多いと、いう、まあ、この記事内容なんですけれども、私を監修してるね、専門家はね、こういうふうに言ってます。BBC の記事につきまして、まず、戦略作戦レベルはさておき、戦闘のレベルでは、とにかく訓練不足だと思いますと。また、平均寿命の短いロシアの中高年ですので、若者に比較してですね、気力体力の面で劣り、訓練しても、練度の向上には時間を要すると思いますと。さすがですね。現場をよく知ってる人ですね。さらには、良質の教官要員の不足、また、兵器、教材の不足のため、訓練で使う兵器と実際で使う兵器が異なっているなどの理由で、良い訓練ができていない可能性もあると考えます。と、いうことでね。まあ、これが、だからまあ、その、中高年のですね、まあ、兵隊さん、ね、ロシアのね、兵士の皆さんはですね、まあ、集中的に、まあ、やられている理由かなと。まあ、いわゆるロシアンネトウヨみたいな人なんでね、日本でもまあそうですけど、まあ、高齢者多いですよね、中高年の人。まあ、高齢者、本当のじいさんはいけないですけど、まあ、その、割と中高年ね、若い人よりもまあ、そういう人多いですよね。で、それがまあ、陰謀論で盛り上がってキーっていくんだけれども、まあ、現実は厳しいと。体力ついていかない。ね、さらにまあ、ロシアはもともと平均寿命短いので、まあ、ロシアの中高年はまあ、日本の中高年に比べるとそんなに元気じゃない可能性があると。ね、で、さらにまあ、訓練教官がいない、教材不足、実際に、訓練で使った兵器と実際に使う兵器が違うみたいな、まあ、いろんな問題あってですね、まあ、ほら、戊辰長持ってね、突っ込めしてやらせてるってね、100年前のまあ、銃ですよ。こういったもん持って突っ込めとかやらされてるということなんで、まあ、それで中高年にまあ、犠牲は増えてるでしょうと。まあ、とにかく数が、すごく多いの異常なんでね、まあ、その背景どうなのかなということで、まあ、監視を依頼したら、まあ、こういう回答でした。はい。ということで、まあ、ロシアの犠牲は増えてるんですが、今日はですね、ちょっと残念なお知らせをしなきゃいけないんですけれども、かつてですね、ウクライナがね、気候戦で大戦果を挙げたこのブフレダルというね、場所あるんですけれども、まあ、第二次大戦以降ね、本当にその一日の戦闘としては、装甲車両の撃破数ね、記録を塗り替えるようなですね、まあ大破壊をね、ウクライナがロシアに対してね、大破壊をやった場所なんですが、ここにですね、ロシアが今、塹壕戦を仕掛けてきております。で、まあこの動画でも何回も説明しましたけど、塹壕戦でわかりますよね。戦車がこうね、いわゆる野戦でドーンっていうんじゃなくて、塹壕を作ってですね、砲兵部隊を後ろの方に配置してね。で、その、歩兵ね、さっきの中高年みたいな人に、もう、取れないの分かっててですよ。ね、もうやられてこいっていうノリで、もう行かせるわけですよ。とにかく突っ込ませると。そうするともうウクライナとしてはですね、もう来るやつ、撃たざるを得ないですよね。で、こう反撃するとですね、ドーンって撃った場所、あ、ここに、ウクライナの大砲があるんだって、分かるわけですよ、ロシアが。で、そこに向かってですね、まあ、砲弾の雨あられ降らせてですね、ボッコボコにして、まあ、場合によっては核爆弾で陣地ごと吹っ飛ばすみたいなことやって、で、それで、まあ、前線潰して、で、また少し前進すると。ね。で、前進したらまた同じですよ。ゾンビ部隊に突っ込ませてね、まあ、さっきの、ね、訓練不足の中高年にね、もうとにかく行ってこいですね、ハーハーしながら着いた時にもうやられちゃうと。でも、やられた時にまた、ほら、策敵完了で、やるという、非常に原始的な戦法なんですけれども、まあ、多大な犠牲を払いながらですね、もうこの塹壕戦を、このブフレダルにも仕掛けてきておりまして、で、ノエルレポートさんのですね、今映像を見てるんですけれども、ドネツクのブフレダル市からの映像には、至るところで煙と爆発が起こり、荒廃した様子が映し出されている。ロシア軍が複数の角度から迫っており、ロシアの占領下と見られる、同市に対するロシア軍の攻撃行動が激化していると。まあ、徐々にですね、だからロシアがブフレダルね、前に出てきてるんですよ。で、これたたり神さんがね、随分前にですね、まあ、警告してたんですよね。で、渡辺、元陸将もですね、たたり神さんの、ツイートをですね、引用してね、こんな風に言ってます。このたたり神の、ポストは適切だと。で、どんな内容かというと、残念ながら前線の状況は多くの地域で悲惨だ。ウクライナ軍が間もなくクリミアに進駐するというようなバラ色の内容を描こうとする、こうした悪なき努力は、誠実な議論や緊急の、救援要請を妨げていると。
ということなんですね。で、そのブフレダルの状況が危機的であることは明らかで、3年間続いた、防衛の最終段階に立ち会うことになりそうだ。領土を保全することよりも、兵士の命を優先し、新しい命令が下されることを願うばかりだという。もう撤退命令出した方がいいと、いうふうにたたり神は言っています。で、渡辺さん曰くですね、ゼレンスキー大統領が NATO 5条のような強力な拘束力のある安全保障を求めたのは正しい。なぜならこの戦争への取り組みを、取り組み方を根本的に変えない限り、ウクライナは戦争に負けてしまうと、大変危機感のあるツイートを、されております。非常にですね、東部戦線、今度ブフレダルですね、ポクロフスクの次はブフレダルが、ちょっとやばいと。で、そのブフレダルなんでやばいかというとですね、これもまあ私を監修している、専門家にですね、聞いたところですね、ここでですね、その、補給の、まあ割とね、はい、ちょっと結節点みたいな場所で、はい、で、その、補給してるところをちょっとグイって取られちゃうので、はい、ちょっと補給にね、影響が出てくる可能性があるということなんです。まあただですよ、ね、一応ここまで悲観的なこと言っといて、言うのは何なんですけど、じゃあこれブフレダル取られたから、はい、ウクライナ即敗戦っていうことかというと、これはさすがに違います。はい、専門家曰くですね、まあその、多少窮屈になるけど、補給は続けられると。他の地域にね。ブフレダル取られた後も、ロジスティックスは組めると。で、それも考えていると。で、さらにですね、まあ今ウクライナがやっている、後方の弾薬庫破壊ありますよね。あれ今まあ3つぶっ潰しましたけど、まあ前線に近いところにある20個のうちあと17個ぐらいねあるんですけど、これ全部もしぶっ壊したとすると取り戻せる可能性もあると、いうことですので、あんまりこのことまたねたたり神さんがねまあ誠実にこうアセスメントしたのをさロシアが利用してもうこれでウクライナ負けみたいなね渡辺さんがこうね表明した危機感をねまあその、角度つけてね朝日新聞みたいにねこれでウクライナ負けとねウクライナ応援してた渡辺も認めてるみたいなことやるんですよ。やるので気をつけてください。はい。私を監修してくれてる専門家曰く、補給には影響は出ます。でも、まあ、窮屈になりますが、補給は続けられますと。さらにですね、弾薬庫破壊を続ければ、ブフレダルを取り返せる可能性も、極めて高いと、いうことです。なので、ウクライナは今、得意の戦術ね。はい。弾薬庫破壊。まあ、今、徹底的にこれからも、まあ、やると思うんですけど、まあ、こういうものに特化してですね、まあ、やっていくことが、大事なのかなと、いうふうに思います。はい。で、まあ、それをね、まあ、支えてるのはですね、まあ、外国からの援助ですよね。やっぱり渡辺さんもね、先ほど、コメント紹介した通りですね、NATO、NATO の、まあ、北大西洋条約の第5条のようなですね、まあ、強力なね、その同盟国の支援というものを、ゼレンスキー大統領が求めている理由っていうのはまさにここなんですよね。みんなが支えてくれればウクライナ勝てますと。ね。支えてくれないと負けちゃいますっていう意味なんですけれども、今ね、国連総会に絡めて、ゼレンスキー大統領がね、アメリカを訪問してまして、そこでいろんな国の首脳と会ってね、はい、支援の要請をしてます。で、実はね、岸田さんとも会談してるんですよね。で、これね、日本のメディアじゃなくて、あえて海外のオシントアカウントの、情報を引きますけど、ノエルレポーツさんがですね、このこといつも僕が引用しているノエルレポーツさんが、これ取り上げてるんですよ。はい。で、どういうふうに言ってるかというとね、ゼレンスキー大統領は日本の岸田文雄首相と会談したと、いうことで、ロシアのですね、まあ、砲撃によってですね、まあ、エネルギー部門が、まあ、被害を受けてると。ね、そのエネルギー部門の復旧と冬への準備は、私たちが積極的に取り組んでいる課題ですと。岸田、文雄首相とともにエネルギー部門の状況について話し合いました。日本が準備している新たなエネルギー支援パッケージに感謝します。本格的な、侵攻の当初からウクライナとウクライナ国民を支援していただきありがとうございますと、いうふうにですね、ゼレンスキー大統領は感謝の言葉を述べたそうです。まあ日本からですね、このね、エネルギー支援ね、冬場はまあウクライナ寒いので、こういったものをやると。まあなかなかね、武器支援をやるとね、まあ公明党がうるさいので、ね、まあせめてね、そういう、まあ、民生部分でね、援助をすることで、まあ、他の国にね、軍事部門よろしく、みたいな感じで、まあ、やるということなんですけど、まあ、私もね、少なからず、軍事援助をさせていただきましてね、はい、グレンコさんがやってるね、車両をウクライナに届けるプロジェクトということで、この間ね、日本ジャーナルの山田社長のジムニーがね、ウクライナに届いたということで、まあ、日本の旗と一緒にね、その、向こうの部隊がね、写真撮って出ました。ジムニーはなんか偵察部隊にね、非常に重宝されているということで、おそらくまあこれ軍事援助になるのかなと思うんですけど、まあ民間軍事援助という形でね、ポケットマネー、少し出させていただきましたが、まあこういった善意がですね、このウクライナをね、支えね、そしてウクライナが、このね、国際秩序を守ると。で、その国際秩序っていうのは最終的に日本に大きなメリットがあるわけですよね。自由に開かれたインド太平洋っていうのは国際秩序を前提としてるからね。
ね、安倍さんの意思を継ぐとか言ってる奴がさ、ロシアの味方してるとかありえねえんだよ。あくまでも国際秩序ね。この価値観外交っていうのが安倍外交の根幹ですから、それを崩そうとしたのがプーチンですからね。まあ、安倍さんもプーチンに騙されてたみたいなところがあるんで、ね、そういう意味ではですね、プーチン騙しやがってみたいな風にならなきゃいけないんですけど、何やってんすかね、というところで。まあでもゼレンスキー大統領からね、感謝のお言葉をいただきね、はい、大変ありがたいなと。まあ引き続き援助を日本は続けていかなきゃいけないな、という風に思います。で、そんな中ですね、なんとイランがですね、ロシアの援助をやめるかもしれないというですね、衝撃のニュースが入ってきました。これ、モスクワタイムズの記事なんですけど、イラン大統領は、ロシアのウクライナ侵略を非難し、西側諸国との交渉の用意があることを発表したということで、まあ、権威主義国家っていうのは、こういう感じですよ。中ロ同盟とか言ってもね、元ほら、陸幕長の岩田清文さんが言ってましたけど、NATO とか日米同盟をね、まあ、例えば5段階評価の5とするとね、中ロ同盟ってどれぐらいですかとね、聞いたらですね、岩田さんは1とね、それから広瀬陽子先生ね、はい、慶応のね、先生ですけれども、広瀬陽子先生も1っておっしゃいましたよね。で、昔トラノモニュースでやった時にね、その話になってね。で、まさにそういうことです。イランはですね、ロシアに援助してるって悪いことやってるわけでしょ。悪いことをやめてやるから俺と話するっていうね。いいこと一つもしてないんですよ。悪いことをやめるっていうのをカードにして、ロシアを出しに使ってですね、経済援助解除してくれたらやめてもいいよ、みたいな。ひでえな、こういうこと平気でやるんですよ。だから中ロ同盟とかね、まあ、チャイナと北朝鮮ね、中朝同盟とか言いますけど、まあ、全くその機械主義的でですね、信用できないと。いうことですね。これに対して NATO の結束っていうのは、まあ、いろいろありますけどね。いろいろあるよ。ちょっと支援疲れとか言われちゃったりしたようなね、こととか、まあ今でもちょっといろいろこう不具合があるとか、出てるけど、でもそれでもさ、ウクライナ見せないで応援してるでしょ？ね、この違いですよ。はい。だから民主主義の国のね、約束と、独裁国家の約束、ね。もう民主主義の国の約束の方が重いわけ。ね。独裁国家の約束はもう独裁者の胸先三寸だから軽いわけよ。で、ちなみにこの記事読むとね、ペゼシキアン新大統領が、イランはロシアに弾道ミサイルを供給した疑いをめぐり、西側諸国の交渉等を求めていると。イランがこれらの弾薬をモスクワに供給していないと。イラン側は、ロシアのウクライナ侵略を決して支持しないと、述べたらしいんですね。まあ、ただこれ大統領なんでね。はい。本当に力持ってるのはハメネイさんですから、ハメネイさんの一言でひっくり返されるかもしれないですけど、こういう風に言ってんのはハメネイさんの命令でやってる可能性もあるんですよね。もうそろそろちょっと経済きついから、ね、ロシアいいよと、もうじゃあ援助半分にするから、その代わりちょっと西側もちょっと解除してみたいな、まあ、そういうことですかね。我々にはヨーロッパ人、アメリカ人との交渉にテーブルにつく、準備ができていると。我々はロシアによるウクライナ侵略を決して承認したい、ことはないと。いうことですね。まあ、公式には援助してないということなんですよね。そうなのと。弾道ミサイルとか、弾薬どころか弾道ミサイルも送ってんじゃねえのみたいなね。で、ウォールストリートジャーナルはですね、イランが数百発の短距離弾道ミサイルをロシアに移譲したと、伝えていると。タイムズもですね、カスピ海の港の一つに配備された200発の、ファテ360ミサイルについて、まあ、報道していると。イランの国会議員で、安全保障外交委員会の爆射、アルデスタニ氏が納品を確認と。同氏はイラン政府はミサイルと、大豆や小麦の交換を余儀なくされているとしていると。で、イランはすでにヒズボラハマス、ハシュド・アル・シャビにミサイルを移転しているため、ロシアへのミサイル供給に問題はないと考えていると。ブルームバーグに、匿名を条件に応じた、欧州当局者は、アメリカとイギリスはイランの弾道ミサイルと引き換えに、ロシア連邦が核技術をイランに移転する可能性があると疑っていると、いうことでね。まあ、いろんなこう問題があると。なので、まあいいよと。経済制裁多少解除するからにロシアと切れよみたいな、まあことができると思ったんでしょうね、イラン当局はね。で、まあこういうことをやっているということです。じゃあ逆にですね、チャイナはどうかというとですね、これロイターの記事なんですが、ロシア製兵器の外国技術の主要ルートは中国と、ウクライナ側がですね、暴露したと、いうことですね。ウクライナのですね、これまあ、情報機関かな。まあ、ウクライナ政府ですかね、がですね、外国製武器の主要な供給国はチャイナで、約 60% が、まあ、60% を占めていると。で、制裁にもかかわらず、ロシアでアメリカ製の高性能チップが発見されて、これもチャイナ経由で渡ったのではないかということなんですね。で、チャイナはまあ、そんなことしてないって否定してるんですけれども、まあ、ウクライナの調べによるとですね、だいぶ入ってるじゃねえかと。
いうことで、まあ、イランはですね、ちょっとね、だいぶ経済、まあ、かなり参ってますからね、インフレ率 70% とかね、80% の国ですから、結構参っているので、まあ、その辺妥協してやる代わりにちょっと経済制裁、解除してくれと。そうじゃないと、もう、ロシアと取引せざるを得ないんだいみたいな、ちょっと、ぶっちゃけが入ってきてるのに対してですね、まあ、チャイナは相変わらずね、どうなのと。まあ、公式にはやってないっていうし、殺傷兵器とかやってないですけど、まあ、でもやっぱりザルになってんじゃないの。まあ、ただね、決済の問題があるのでね、だいぶまあ絞られてきてるとは言いますが、まあそれでもね、ウクライナの調べではですね、本来だったら渡っちゃいけない製品がですね、中国経由で行ってるって、これはやっぱ習近平問題なんじゃないのみたいなね、ところでございます。ということで、まだまだ戦いは続きます。しっかり支援をしていきたいなと、いうふうに思ってます。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後に私のこと特に応援したい方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！